はい、どうもギダチです。僕はですね、昨年の6月に初めて写真展を開催しました。で、まあ、初めてだったということもあって、いろいろネットで調べたり試行錯誤して、なんとか無事開催することができました。で、今回の動画は僕が写真展を開催するために行った全手順を共有していきたいと思います。まあ、やり方はいろいろあると思うんですけど、一つの参考としてご覧いただければいいかなと思います。では早速行ってみましょう。では早速本題に入りましょう。まず写真展を開催する目的ですね。なぜ僕が写真展を開催しようと思ったかについて解説していきます。まあ、今の時代、ネットを利用すれば自分の写真を発表することはいくらでもできますよね。例えば SNS、Twitter とか Instagram ですね。で、あと、まあ、自分のホームページを持ったり、ブログを書いて発信したりっていう、まあ、ネットを使った方法はいろいろありますよね。なんですけど、紙にプリントした写真を見るということも素晴らしいなと僕は思っていたんです。で、写真展に関してなんですけど、僕が写真展に初めて行ったのがですね、2017年の、6月だったかなに、東京で開催されたソウルライターという写真家の写真展、これに初めて僕は行きました。で、写真展自体がもう初めてだったので、まあすごく衝撃を受けたんですけど、もちろんソウルライターが好きっていうのもありましたし、で、大判でプリントされた、その額装された写真ですね。そういうのを見て、すごく衝撃を受けました。なので、それから自分の中で、こういう写真展をやりたいっていう、目標ができました。それが理由です。では次に、写真展を開催するために行った手順。その1ですね。写真展会場を予約しました。で、開催場所については僕が普段写真を撮ってた広島県尾道市というね、とこで写真を撮ってたんですけど、で、まあ写真展もその尾道でやりたいなって思ってたんですね。なので尾道で会場を探しました。で、もともと尾道で無料で貸し出ししてるギャラリーがあるっていうのを聞いていたんで、で、そこに直接行って話を聞いてみることにしました。で、まあ話を聞きに行ったんですけど、もうその場で予約をしてました。で、そのギャラリーってすごくね、まあ無料ということもあってすごく大人気なんですよね。もう次から次に予約が埋まってる状態なので、僕が予約できたのは実際1年半後だったんですよね。その予約してから1年半後に開催っていうことで、決定しました。まあ、これは結構ね、特殊な例なんで、無料っていうのは料金はかかるとこが多いんじゃないかなと思います。なので、そのね、地域のギャラリーをちょっと調べていただければなと思います。写真展を開催するために行った手順、その2、展示テーマを決めました。僕の場合、予約してから1年半後に開催っていうことで、結構期間が空いていたんですよね。なので、もうしばらく忘れてました、そのこと。で、半年ぐらい前になって、あと半年後に写真展だ、みたいな感じになって、で、そっからテーマをどうしようかなっていうふうに考えていきました。で、もともとフィルムで撮った写真を展示したいなっていうふうに思っていたんですけど、まあ、それだとちょっと面白くないなっていうことで、フィルムで撮影した尾道の写真ですね。で、もっと限定的にしようと思って、カメラを限定しました。で、当時使ってたカメラで、ロモ LCA というね、トイカメラがあるんですけど、それを当時よく使ってたので、で、このカメラで撮影した尾道の写真っていう風に、まあ、限定しようと思いました。まあ、そういう風に限定した方が話題性が出るかなと思って、そういうのにしました。で、あと、フィルムカメラに興味を持ってくれる方が、増えるんじゃないかなっていう風にも考えました。これでテーマは決まりました。
写真展を開催するために行った手順、その3ですね。で、写真を撮るです。まあ、テーマも決まったので、そのテーマに沿って写真を撮っていきました。で、だいたい写真展を開催する 3,4 ヶ月前から写真をもう取り出して、もうずっとね、尾道に通ってもう写真を撮り続けました。もう暇さえあれば、写真を撮りに行って、で、まあ現像して、まあね、やっぱりすぐいい写真っていうのはそんな頻繁に撮れるわけじゃないので、とにかく数が必要だっていうことで、もう通いまくって撮りまくりました。で、月に 5,6 本ぐらいですかね、現像を してまして、まあその 3,4 ヶ月の間に、で、まあ結構ね、写真も溜まってきて、で、まあ選別できるようになったんで、まあ現像しては選別して、まあ現像しては選別してっていう感じで、まあどんどん展示用に写真を撮りためていきました。まあやっぱ現像代もかかるし、フィルム代もかかるしっていうことでね、結構予算的にきつかったんですけど、まあこれはもう決めたことなので、やりきるしかないなっていう思いでやってました。写真展を開催するために行った手順、その4、写真を選別しプリントする。で、写真を撮ったら、撮ってる最中に、まあ、これは行ってたんですけど、写真を選別していきました。まあ、会場の大きさとプリントのサイズを、そこで、展示の仕方とかも打ち合わせしたりして、プリントサイズとかも決めていったんですね。で、プリントサイズは結局 A4 サイズで、プリントしようと決めました。で、そのサイズと、あと会場のその広さというかね、大きさによって、枚数をね、決めていくんですけど、結局、30枚弱ぐらいですかね、展示用に、プリントしたのが30枚弱ぐらいです。で、次にプリントなんですけど、プリントはですね、ネットプリント。ネットプリントできるお店が、ありまして、で、これ安く A4 プリントを仕上げたいなと思って、いろいろネットで探した結果、その東京の青柳写真工芸社という、お店があったんですね。で、そこがね、めちゃくちゃ安かったんですよ。で、とりあえずまあ1枚試してみようかなと思って試したんですけど、すごくクオリティが高くて、これこの安さでいいのかってみたいな感じで、本当にまあもうそこで一発で決めました。A4 プリントって、まあ、大手のプリント屋さんでプリントしたら結構ね、高いんですよ。600円とかかな？ 700 円とか、そんぐらいはするんですけど、そこのお店はですね、最大でも200円もいかないぐらい、100円台で A4 プリントができるということで、しかもクオリティがめちゃくちゃ高かったです。これはいいなっていうことで、そこに決めました。で、このお店のリンクは概要欄の方に貼っておきますんで、もしよかったら見てみてください。で、写真展を開催するために行った手順、その5、展示方法を考えました。で、まあ、展示のレイアウトとか、どういった額装をしていくのかっていうふうにね、そのデザインですよね。写真展のデザインを考えました。で、まあ、A4 プリントで、30枚弱っていうのはもう決まってたんで、そこから、額をどうするかとか、どういう感じで展示していくのかっていうのを、まあ、考えていったんですけど、やっぱり予算はね、抑えたいので、額にもそんなにお金はかけられないなと思ってて、まあ、いろいろ探してみたんですけど、結構額もね、安いのが Amazon で売られてまして、だいたい1個600円ぐらいだったかな。こういう額です。これ実際に展示した額なんですけど、まあ結構ね、強度もしっかりしてて、まあクオリティもね、そんなに悪くないので、これにしました。で、壁にかけるタイプと、棚に直接置くタイプっていうので、まあ、レイアウトを、決めていったんですけど、壁にかける方はこの白い額を使用して、で、棚に置くタイプはじゃあどうしようかなと思って探した結果、富士フイルムのシャコラ
シャコラというものがありまして、これあの写真パネルなんですけど、こうシールを剥がして、でそこに写真プリントを貼っていくっていう、まあ結構簡単にねできる写真パネルなんですね。これもまあ結構安くて、あのこれも概要欄の方に貼っておきます。まあ値段もそんな高くなくて、でスチロール、発泡スチロールみたいな感じでできてて、まあこれをイーゼルに、まあ100均とかでも売ってますよね、イーゼルって。でそこに立てかけて展示しました。まあこんな感じですね、展示の様子は。写真展を開催するために行った手順その6、キャプションボードを作成しました。でキャプションボードって展示物のこの下とかに貼られてるボードですね、タイトルとか、まあ、あとその概要を説明したそういうボードですよね。まあそれをもう作ろうと思って、その作り方も結構ね、最初わからなくて、もうネットで調べたりして、作っていきました。で実際に作ったボードはこんな感じです。でこれはパソコンでこうタイトルと、これ使用フィルムを書いたものをですね、書いてプリントしたやつを A4 のパネルに貼り付けて、そこからカッターで切っていって、こういう形にしたんですけど、結構いい感じにできたなと思ってます。でこのキャプションボードの作り方はブログの方でも詳細に書いてますんで、そちらも概要欄の方にリンクを貼っておきますんで、もしよかったら覗いてみてください。写真展を開催するために行った手順その7、告知をするですね。で、写真展を開催するにあたって、その写真展を知ってもらうためには告知をしないといけないですよね。 SNS での告知はもちろんすべきなんですけど、僕はまず DM を作成しました。DM というのは、写真展の概要を書いたチラシですね。そういうものを作成しました。でこんな感じの、ポストカードサイズの DM で、デザインも自分で作って、でプリントはですね、ネットのラクスルという、業者に注文しました。で700枚ぐらい作ってたんですかね、700枚ぐらいで7000円ぐらいかかりました。でこれ表に写真と、あと開催日時ですね。で裏面にこの写真展の概要と僕のプロフィールを載せました。でこの DM をですね、知り合いのお店とか、あと尾道駅とか、あとはいろんな施設とかね、役所とか、もう飛び入りで持って行って置かしてくださいというふうに、もうとにかく足を動かして回りました。もう後悔はしたくないので、もうとにかくいろんな人に知ってもらうのがもう大事なので、断られても別にいいんですよね。で断られても別にその人には伝わるわけで、その人にあげればまた違う人にその告知してくれる可能性もありますよね。最大限足を使ってそういうのを、やっていきました。写真展を開催するために行った手順その8、写真展開催そして在廊するですね。写真展の開催前日に搬入をして、で作品を持って行って、で展示をもう搬入して済ませて、で、ついに当日無事開催することができました。でそこから2週間ぐらいですね、約2週間ぐらいの期間で展示が行われました。でその2週間の期間の間で、できる限り在廊しようと思って、在廊というのはその会場に、いるということですね。会場にその作者がいるということなんですけど、在廊をしようと思って週にね2日ぐらいかな、多い時で3日ぐらい、在廊をしました。で在廊する理由としては、
やっぱり直接見に来てくれた方とお話しすることができますし、で直接感想を聞くことができるので非常に貴重な機会になりました。で自分自身もこうアピールできますし、こういう写真撮ってるとかこういうことやってるっていうのをまあ直に説明することができたんで、いい機会だったなと思っています。で結局ですね、写真展その2週間の間で総勢245名の方がその写真展に来てくださって、まあ結果的に大成功だったんじゃないかなと思っています。まあ初めてにしてはね、良かったんじゃないかなと思います。とりあえず踏み出してみようっていうことで、まあ始めたんですけど、結果的にまあこういう感じで、できたので、まあ僕でもできたので、今写真展、まあ今後写真展を開催しようかなと思ってる方は、今回の動画をね、ぜひ参考にしてみてください。ネットでの発信ももちろんいいんですけど、こういう写真展というね、イベントを開催して、発表するっていうのもいいかなと思います。ではちょっと長くなりましたけど、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。